3周年のクリアカード赤いやつら買いました。この溢れ出るヤクザ感、今回のスーツみんなかっこよすぎて尊い。いつも筋肉見せてるゼンニーが服をちゃんと着てるっていうのがまたいい。そして頭の方がはだけてるってのがよろしい。頭のアクスター1個だけ買いました。いやこの足の開き具合とこのネックレス持ってる手、あもうマジで最高。頭ゼンニーとサッチャーみたいに筋トレとかしてないのにこの筋肉の量、普段どんな仕事してるん頭。いやマジでかっこいい。4周年ほんまみんな美女良すぎ。ランダム系はこんな感じです。今回の金色の袋めちゃくちゃ可愛い。特別感があってロングカード1枚だけ購入しました。頭お赤は共通か、だらーん。あーかなた可愛い。ナイトに選んでもらった服ですよね。新チームの缶バッジから開けていきます。新チームの缶バッジは15個購入しました。とりあえずコンプリート目指したいけど15個じゃ無理かな。15個開けていきます。いやマジでコンプリートしたいな。4周年企画もまだまだありそうなんで今からめっちゃ楽しみ。この何でしたっけ、あれなりきりコンテストみたいなの、でもめちゃくちゃ面白いんですけどね、あの企画めちゃくちゃ笑った。あのツイッターの方で運営さんが投稿してたんですけど、いやあのコーヒーを差し出す頭めちゃくちゃイケメンだったし、アンプルールの数の暴力もすごかったしめっちゃ面白い。私もよいしょ、頭の顔は印刷してます。でも A4 で印刷したんですけど小さすぎて、いや私の顔がでかすぎるせいかめちゃくちゃ顔はみ出るんですよね。めっちゃ恥ずかしい。わーコンプリートできますように。いや無理か、ちょっと15個は舐めすぎてたか。1個でもかぶったら終わり。最初はおーチェスさん表情が良き。トーマースーツにこの組み合わせってもうトーマしかできない、すごい。おーシャンコくんこの表情イケメン。おー坊ちゃんうるわしい。おーチセくん王者の貫禄。ドクターなんか大型犬って感じがしてめちゃくちゃ可愛かった。おー向井さん今回は表解散。あー坊ちゃんかぶっちゃった。おーケイくんヘアアレンジかっこよい。おー向井さんもうかぶった。おー翔吾くん。おーケイくん。あー坊ちゃんどうも。あー海さんあよかったよかったよかった。ブライカーなんとか。リスティー、アオイと、カンタロウくんが来なかった。あと、イツキと、極楽は犬飼さんだけ。まあ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 。いいでしょう。旧チームの缶バッジを開封していきます。いや、何度でも言うけど、スーツ姿、かっこいい。今回4周年の、トレボトが、チームの発行紙もあるらしくて、トレボト、そんなに買うつもりではなかったけど、チームの箱押しなんかあるってなったら、いやいや買いたくなるでしょう。全員のサインがあるってことですかね。もうお金払うんで普通に出してほしいレベル。いや今月4周年にアニマックスカフェにパラアニの CD にブルーレイにで運営さんヘッズの財布を壊しにかかってきてる。よし運命の開封タイム一番最初にかしら。あーよきー。あーかっこよ。あーもう一番最初ってちょっと頭こんなんご機嫌になるわ。もうありがとう頭。リオくんキュートかわいい。ハチューンイケメン度が増してる。あーシッキー、シッキーの表情がもうだんだんと落ち着いてきててもう成長感じて好き。あー頭ありがとう頭。あーりゅうくんかっこいい。この髪型とポーズ。おーさっちゃん、いやこのさっちゃん爆イケ。おーいいよいいよ。おーゼニー
回のゼニーの髪型と表情も好き。ニュー君、おゼニー、カナタ、結んでるカナタも可愛い。あー、ヨヘイ、いいね、この治安の悪い顔。おセセダンディ、先生もダンディーさが増してる。アリン、かっこいい。北斎、かわいい。いいね、おしゃれ。北斎、おー、ヨヘイ、ナイター、よかった。先生、あ、アンちゃんが来ない。結果はこんな感じでした。チープリは旧チームが23、新チームが12パック購入しました。さあ、コンプリートお願いします。最初はショウゴくん。お、いつき、カマチでは来てくれなかったよね。ハルオミさん、おー、すごい、シオンくんの色白さがすごい。おー、チュソさん、おーきくん、ぼっちゃん、いつき、けいくん、おー、みこしばくんも来てくれた、よかった。けいくん、おー、みこしばくん、あー、ちせくん、かっこいい。おー、みこしばくん、お、しょうご、ぼっちゃん、おー、けいくんも来るね。あれ、みこしばくんとのコンビでめちゃ来る。おー、やっと来てくれた。あおいくんと、おー、ロフタン、ぼっちゃん、いつき、待って、犬飼いさんが来ない。ぼっちゃん、あー、よかった。けど待って、またりょうがくん来てない。あ、トーマも来てない。コンプリートならず。ビスティ少なすぎ。カントロークも来てないやん。さあ、旧チーム開けていきます。4周年ポップアップストアの特典めちゃくちゃ高価じゃないですか。入場者特典とジープリサイン付きって、通販でもあってくれたらな。東京ってもうほんとパラライ関連でしかほぼ行かないので迷子なりそうで怖いな。せっかくなんでポップアップストアとアニマックスカフェに行ってきます。アニマックスカフェのビジュも結構好きなので楽しみだな。赤いやつらのフード絶対食べる。でもコズメズのワッフルも美味しそうやねんな。あー、めっちゃ楽しみ。今回も夜行バスで行ってきます。本当は新幹線がいいけどお金がないので。さあ、運命のジープリ開封。いや、マジで頼む。いや、もう前回こんかったからな。こんだけ買っても頭一枚も、もうよく言わん。頭来てくれたらもうそれでいい。さっちゃん開幕、いいね、一番で切りかかる。 MC ガイア、レオくん、アレン、セセ、シッキー、ゼニー、かっこよ。シッキー、さっちゃん、アレン、リオくん、もうこの段階で怖いねんけど、かぶりが多すぎて。アンちゃん来た、やっと。いや、このアンちゃんかっこよすぎて。アンちゃんの声優さん、黒猫さんも言ってたんですけど、これもうアンちゃんじゃない、アン様、かっこよすぎる。ナイタ、かわいい。おー、かなた、りゅうくん、なゆた、さっちゃん、あれん、はじゅん、いいね、べい。でもこの辺で頭来といてほしいねんけど。りゅうくん、りゅうくん、ちょっとりゅうくんとさっちゃんが今回多めかな。先生、りゅうくん、先生、なゆた、やばい、もう怖いって。お願い、もう来て。なゆた、りおくん、なゆた、おでに、頭と傭兵と北斎だけ来てないで。あれ、お、北斎、北斎、北斎、怖いって。うちの推し二人がコーヒーとかある。りおくん、マスター呼んで、りおくん、お願い。あー、かなた、かわいいよ。先生、さっちゃん、はじゅん、あ、よかった、よかった。
で安心。あー怖かった。いやジープリの頭胸板見えるからめっちゃいいんですよね。カンパッチャーって見えないんですけど、ジープリだと見えるのが良き。あと頭いつもなんか表情が似ててちょっといいっていう口してるのがまた可愛い。男前やなほんまに、かっこよ。先生あとごっさまやね。リオくん TCW 来てくれんねんけど、あと3パックしっきー。あーさっちゃん、あれかなた、さっちゃん、リオくん、あこんかった、マジかマジか。結果はコンプできず、あー推しが1枚元葉揃わんかった、泣く。次回は4周年ポップアップストアに行った時の動画を投稿する予定です。その時は推しが来ますように。ありがとうございました。